見事 J リーグ参入1年目、そして監督就任1年目で J2 の昇格を果たしました。すぐり監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。監督、まずは今お気持ちいかがですか？本当に4419名の、ファンサポーターの皆様の後押しを受けて、無事昇格を決めさせていただきました。本当に感謝申し上げます。今シーズン振り返ってみますと、今シーズンは中盤あたりからこの首位を守るという戦い方を強いられる、もう追われる立場としての、ゲームが続きました。采配、難しいところありましたか？あまりそこは考えずに、守るという考え方がいわき FC にはないので、とにかく攻めると、はい、なんで追われている感じもしなかったので、まず自分たちがしっかりパワーを持って、プレーをするというところに集中しました。その、走るサッカー、攻撃、攻めるサッカーのいわきですけれども、チームは今シーズン2回の5連勝、そして今日を入れて完封試合が14回を含みます。22勝6分け4敗という素晴らしい成績となりました。今シーズン、どのようにこのチームを磨き上げてこられたでしょうか？本当に日々の選手のトレーニングの積み上げだと思います。まだあと2試合ありますので、まず34試合しっかり、90分間止まらない、倒れない、それをやりきるというところが、我々の今シーズンのテーマなので、最後までしっかりやりきりたいと思います。監督、今おっしゃってくださいました、残り2試合あって、そして今日もこの大きな声援をくださったサポーターの皆さんと一緒にあと2試合を戦うことができます。どのように向かっていきますか？もう本当まだ終わってはいませんが、今シーズン本当選手、スタッフ、あとファン、サポーターの皆様、あと行政の皆様、あとスポンサー企業の皆様、何か一つでも欠けてたらこのような結果にならなかったので、本当に最後まで、皆様の力、あと選手みんなで、後押し受けながら、2試合90分止まらず、倒れず、しっかり戦いたいと思います。2試合期待しています。おめでとうございました。ありがとうございました。今シーズンが J での監督初挑戦、そして初挑戦ながら1年でチームを J2 昇格に導いてみせました。すぐり広政監督のインタビューでした。